さあ今週も始まりました、リエ&タイチの会社を伝えるテレビ。この番組では毎週各界で活躍する会社の企業人をお迎えして、伝えるをキーワードにお届けしてまいります。ゴレさん、三田さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回の放送でなんと40回目でございます。拍手。嬉しい。そしてその記念すべき40回の放送回にですね、はい、創立40周年を迎える企業様をお迎えしております。なんと奇遇。なんかこれはおめでたい感じの楽しいワクワクとした放送になりそうですね。そして多分ね、話の内容もワクワクすると思います。ぜひご期待ください、はい、では今週のゲストをお迎えする前に、まずはこちらをご覧ください。株式会社ジンコーポレーションは昭和53年設立。不動産業として始まり、今年40周年を迎えた会社だ。長野県内でパチンコ店、パチンコ&スロット、アプログループ11店舗を中心に、海鮮丼、ドンパチ2店舗、ワンコインジム2店舗を展開。また2018年4月には松本車両と合併。常に新たな事業領域を開拓しながら、地域の皆様に楽しさと安心を提供し続ける企業である。本日は株式会社ジンコーポレーション代表取締役斉藤明弘様と、常務取締役清水幸和様にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、どういった事業を行っておられるんでしょうか。はい、長野県にですね、アプロという屋号のパチンコ屋を11店舗、海鮮丼のドンパチを2店舗、ワンコインジムを2店舗、この4月に合併をして、車両整備の会社を1社という事業を行っております。パチンコ業態と丼とフィットネス、まあ、サービス業ではあるかもしれないんですけども、ちょっと違う風にも受け取るんですよね。なんか共通しているものってどういうことにあるんですか。全ての事業に遊び心を加えてですね、やっていきたいということで。遊び心超大事だと思います。超大事ですね。今こうやって収録で固くなってますけど、会社にいるとですねほとんど上司と部下という関係じゃないですし、一般の社員と私との関係も社長と部下、社員とかっていう感覚とはちょっと違くてですね、平気で、軽口を叩かれますし、私も軽く嫌味は言いますし、社員同士で LINE で、いろんなスタンプが飛び交ったりですね。いい会社ですね、はい。それでは会社がお客様に伝えていることについてフリップにお書きいただいています。はい、感謝、報恩ですか。こう聞き慣れないフレーズですけども具体的にはどういったことでしょうか。今年私たちの会社ジンコーポレーションは、10月に創業40周年を迎えます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。40年を迎えられたというのは、お客様をはじめ取引先の皆様のご協力があってのことだと思っていますので、これから先50年60年その先を目指していくためには、やはりお客様、取引先の皆様に感謝をして、そのご恩に報いるというようなことを努めていくということをやっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。株式会社ジンコーポレーションが常に新たな事業領域を開拓する理由とは。いろんな方々、幅広い世代の皆さんのそれぞれの楽しみに一つでも多くつながればということで、いろんな事業を今手掛けているというような状況です。それでは会社が従業員に伝えていることについてもお書きいただいています。はい、社員が幸せを感じる会社、これは具体的にはどういった内容ですか。すべての社員が自ら考え自ら行動する組織になろうということを伝えながらですね、業務以外のチーム活動といういろいろなチーム活動を通じてですね、新しい普段やっている事業、業務以外のことをやることでですね、やりがいを感じて、そしてそれが新しいビジネスにつながっていくってい いうようなですね、会社になることで社員が幸せを感じる会社になっていってくれるんじゃないかなというふうに思ってやっています。
えばあの開発出店ですとか新規事業なんかもですね、それぞれの、この海鮮丼も、うん、あのそういう類だったんですけど、手掛けたいというメンバーで集まってその事業を起こしていくということをやったり、逆にあの社内の改善すべきようなこともメンバーが集まって、こうやった方が業務改善できるんじゃないかということを提案して実行していくという、そういうようなチームが全部で10個近くですかね、今動いている状況です。あ、そうなんですね。はい、それは、人事的にあなたはこのプロジェクトに入りなさいっていうような、まあ、割り当てをするんですか。それとも、それもありますし、自分から手を挙げてやっているのもありますし、ワンコインジムを今2店舗やってるんですけども、はい、それは従業員からこういう事業をやりたいという会社側に提案があってですね、はい、それで、揉みながらじゃあやってみようということで始めたりですね、今後はそうやっていったですね、従業員から上がってきたものを事業化するというようなこともですね、いっぱいやっていきたいなというふうに思ってます。いやー、すごいいいですよね。自分が考えたことが形になる、もしくは自分が考えたことを提案していいっていう環境、これは、ね、だいぶ活性化されると思うんですよね。自由ですよね。ネットメディア編集長新田哲司が独自の視点で会社とその業界を解説する。今回の ジンコーポレーションさんの、中核事業であるパチンコの業界というのは今大変大きな変革のトレンドに直面しています。ちょっと、まあ、若干逆風的な話になるんですが、まあ、かつては、まあ、10年ほど前までは30兆円市場とも言われまして、まさに娯楽の王様という存在でした。ただちょっと最近はその娯楽の多様化であるとか人口減少とかの、まあ、トレンドが重なりまして、最近はかつては30兆円ほどだった市場が今は21兆円ほどに近年はなっております。また最近は政府によるカジノ解禁の動きも含めて、これがどういう影響なのか全国的には注目されております。でしかし、業界全体としてはこの、まあ、ある種逆風というのをこのチャンスとばかりにですね、まあ、近年の業界では、一部の大手メーカーがですねカジノの解禁を見越して、統合型リゾート施設の事業に乗り出したり、あるいは M&A によってですね同業他社を買収、もしくは、異業種の会社を経営統合したり、そういう動きが新しい展開が見られるようになっていて、非常に、今までにない画期的な非常に活況を呈するようになっております。でまあ、仮にカジノが解禁されたとしても、まあ、それは割と東京や大阪など、まあ、割と3都市のうち、まあ、都市部を中心にするんじゃないかと見られているわけですが、地方ではやはり身近な娯楽としてパチンコの存在というのはまだまだ大きい部分もあると思います。で一方地方は少子高齢化の波というのが、まあ、東京よりも早く訪れているところもありますので、そうした市場の変化というのを睨んだ、対応とも求められるかもしれません。まあ、最近ジンコーポレーションさんは車両のメンテナンスの会社を行う松本車両さんと経営統合を発表されていらっしゃいました。でこれは地方でのビジネスの多角化という意味では、これはある種注目するというところがあります。まあ、地方ではなかなかその車がないと生活ができない、非常にその重要なインフラでもありますので、まあ、車検やメンテナンスの事業などですね、生活のインフラに密着した会社を、ね、グループに、まあ、ある種統合をこのより連携をすることによって、まあ、将来の席を打つという意味では非常に有効な一手ではないかと思います。はい、ここまでいろんなお話を伺ってきましたけれども、お客様や従業員の方に伝えることの原点になった座右の書をご紹介ください。組織の精髄、はい、坂谷太一先生ですか。渋いですね。若い頃に読んだ本ですけれども、はい、巨大組織がですね、できて崩壊していくまで、それを総論で学びながら、うん、組織というものを各論で学んで、この時代本当に新しいことを手掛けていかなければいけないので、その都度その都度組織というものを手を入れていかなければいけない、そんな参考にしている本になります。実際この本は皆さん従業員の方にもお勧めされていらっしゃるんですか。読書習慣とかですね、いろいろと社内で年に2回ぐらいあるんですけども、社員がみんな読んでレポートを出さないといけないんですけど、うん、私はないんで、これから読んでというか、レポート出して読むようにというふうに進めていきたいなと。ちなみに僕の小暮太一の太一は坂谷太一先生が取ったらしいんですので、親御さんが そうなんですか。なので僕は必読書なので読みます。ありがとうございます。
いろいろお話を伺ってまいりましたが、いかがでしたでしょうか。最初のお話から一気通貫しているメッセージが、その遊び心プラス人を喜ばせたいという雰囲気なんですよね。で最初の不動産業から入って付加価値をつける何かこうプラスアルファをつけようと、そのプラスアルファの視点が遊び心で付け加えていく、そのアウトプットとしてパチンコがあり、どんぶり屋さんがあり、フィットネスがあり、あとは整備工場があったりっていうことなので、ね、なんかねやっぱ企業研修でも一回見た方がいいんじゃないですか。そうですね、そうじゃなければ40年は続けてこられなかったと思うので、本当におめでとうございます。40周年、素晴らしい。本日のゲストは株式会社ジンコーポレーション代表取締役斉藤明弘様と常務取締役清水幸和様でした。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。堀プレゼンツ求人忍三郎が行く。私堀こと求人忍三郎が毎回さまざまな創作依頼を受け解決していきます。毎週金曜夜10時15分から放送中です。ぶっちゃけ見ろや。ナイツのヒット商品会議室。ヒット商品請負人ご存知ナイツが御社の商品を全力でプロデュース。番組から生まれるヒット商品見逃すな。見てね。なんですかこのポーズは。最近気になるキーワードがね、はい、働き方改革とかあるわけですよ、はい、うん、で今日のお話もなんかこう社員を幸せにとか、そうでしたね、みんな遊び心でっていう話がたくさんあったじゃない、はい、で僕は男だから男の働き方改革って、まあ、なんとなくイメージつくんだけど、女性って何があるとテンション上がるんだろう。やはりですね、綺麗な肌だなって朝起きた時思った時なんですよ。これね、私がドクターリセルさんのキャラクターやってるからとかそういうこと置いといて、そうじゃなくてもやっぱりね、皆さんの今日吹き出物がないとか、なんかくすんでないとか、シミが薄くなってるっていうだけで、やったって気持ちになるんですよ。なるほど。やっぱ外見はすごい大事だし、ルックスは大事です ね。でそれを人から評価されるのももちろん大事だけど、まず自分でこう触って実感すると、そうなんです、実感すると上がる、上がる、気持ちが上がって明るくなって、前の方も幸せにすることができるので、やはりそういった美容っていうのは大事なことだと思います。まあ、確かに自分が上がってたら、ね、周りの人たちにもプラスの影響を与えられると思うし、はい、自分が上がってたらあんまりねこうマイナスのことも言わなくなったり、ね、気分も、ね、ポジティブになっていったり、はい、最終的に楽しくなるかもしれない。幸せが一番です。なるほど。じゃあ今度 のイベントは、はい、ドクターリセラさん、今、ね、ここに出てる、はい、イベントがあるんだけど、ミューズテラスです。ミューズテラスって銀座で4月7日に、はい、4月7日の土曜日に銀座でやります、うん、私がその宇島京子さんとですね、それこそおっしゃった女性の生き方、それからコミュニケーション力についていろいろお話をいたしますので、みんなで幸せになりましょう。綺麗になって、はい、対人関係も良くなって、コミュニケーションもできるようになって、はい、じゃあ土曜日だからご夫婦で参加されるっていうのもいいですね。ぜひご夫妻でご参加ください、ね、うん、そしてその後銀座に近いからなんか帰りおいしいもの食べてこうみたいな、そうそうそう、ね、お買い物ついでにお寄りください、はい、ぜひこちらにアクセスして早めにお申し込みください。24面限定なんでお早めにお願いします、はい、ということでまた来週、来週です。